うなぎのお夜食事情。突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。泣きたくなるよね、辛い時もあるけど、いつも俺たち頑張ってきた。時の重さに流されそうになった時でも、歯を食いしばり耐えてきた。この胸に信じて